皆さんこんにちは、鍵盤奏者ハヤトです。今練習しててですね、たまたま思いついたサーブがあるのでちょっとご紹介できたらと思うんですけども、順横下回転サーブに見せかけた下が強めの順横下サーブですね。今この2種類のサーブを見比べていただくと、ほとんど同じフォームに見えるのにもかかわらず、打った球の弾道がですね、こう曲がっていくのが強めなのと、ほぼ曲がらずにまっすぐ飛んでいるのがわかると思います。ほとんどフォームの見た目が一緒なのに、通常の順横下だと大きく曲がっていきますよね。そして下回転が少し弱めになってます。その一方で、今回ご紹介するちょっとした強めの順横下サーブをやるとですね、同じようなフォームで打ってるにもかかわらずですね、さほどボールが曲がっていかないで、相手としてはここでね、こうバック側に曲がってくるかなと思いつつ、そのままミドルあたりに伸びてきちゃう。そうするとあれってなるわけですよね。すごく取りづらいですよね。通常順横サーブやると曲がってくると思いつつ、曲がらずにそのまま来てしまうので、相手があれって意表をつくのと、あと横回転がさほど入っていない分だけ下回転が強く切れてますので、当然ちょっとフッと触ったらボトッと落ちてしまうんですね。なのでこの2種類のサーブを使い分けることができればですね、かなり試合で有効に使えるだろうなと思います。じゃあまずこのサーブのポイントなんですけども、通常の順横下っていうのは割とここのね、ラケットのこの横からこう入っていくようなイメージで、こうやってね、まあ、横から見るとこういうふうに横から入るようにこう切っていくようなイメージで出してる人が多いと思うんですけども、まあ、そしてロングサーブだったら上から下にこうやって振り下ろしながらこう入っていく、ラケットの横に入っていくようなイメージですね。まあ、サーブのフォームでやるとこういうふうに上から下に振り下ろしながら横に入っていくようなイメージになると思うんですけども、今回ご紹介する下が強めの順横サーブっていうのはどういうふうにやるかっていうと、こう入っていくんじゃなくて、こうですね、この横に入っていくんじゃなくて、こう斜めに入ってきます。このラケットヘッドのここの角の部分をこう入っていくようなイメージですね。そうするとですね、例えばですけど、今大げさにこうやってね、入るように今振ってみますけども、そうすると、このようにですね、こう斜めにこう入っていくように切っていくと、ほぼ真下になっていきます。なのでこう当てて横に切っていく横下と、こう入っていくような下回転、横下は若干ラケットを立て気味にしてこう切っていくんですけども、下回転のはほぼ水平の状態でこう入っていきます。そうすると真下が強く擦れるっていうようなイメージ でしかもですね、こう入っていくときに少しやや手首をこう使ってですね、どちらかといえば自分の方にこうやって自分の方に引いていくようなイメージのスイングをしながらこう入っていくようなイメージですね。こういうふうに、そうすることによって水平にラケットをこうやって振っていくことによって下が強めに切れるっていう感じですね。横が強めの時はある程度縦でこうやって切るんですけども、下が強めに出したい時はこう入っていきます。イメージとしては
ちょっと分かりやすく試しにゆっくり振ってみますけども、通常の横下サーブに関してはラケットを縦身にしてこう横から入っていくようなイメージで上から下に振り下ろしていきます。こういう風に横が強めなのでこっち曲がっていきますよね。じゃあ続いて下が強めにしてみますけども、ラケットあんまり立てずにある程度水平を保ったままで少し自分の方に引くようなイメージで手首をある程度こう使いながらですね、ここのラケットの先のこういう風に入っていくようなイメージですね、こう横から入るんじゃなくてこう斜めに入っていくようなイメージでゆっくりやってみます。この違いよく分かりましたかね。ゆっくりやるとよく分かると思いますけども、で今さすがに分かりやすく立てて横から切るのと水平にした状態で斜めに入っていくのと分かりやすくやりましたけども、まあ、これを実際にサーブに落とし込んでいきますね。まあ、いろんなモーションの付け方はあると思うんですけども、今私がやったモーションっていうのは下回転のサーブはなるべく下回転に見えないように出したいっていうのが私の考えなので、今私がやったのはですね、まず構えは YG サーブの構えを取ります。こういうふうにね。でその時になるべくラケットをこうやって寝かすんじゃなくって立てとく、こうやって立てて構えることによってなんとなくこう上回転が出そうだなっていう風に思わす。この構えた時にラケット上に向けてこうやって構えてしまうとあたかも下回転やってくるんじゃないかという風に思われてしまいますので、まず最初に構えた時にラケットを立てて、むしろかぶせるぐらいでもいいかもしれないですけども、こうかぶせるぐらいで構えた方がなんとなく上が出てきそうな雰囲気が出ますよね。まず最初の構えはラケットを上に向けてこうやって構えないってことが大事かなと思います。で続いてですね、トスを上げたらなるべくラケットを見えるところじゃなくて体で隠しちゃいます。トス上げてすぐラケットを引いてしまって体で隠す、そうすると相手はここで何やってるのかわからなくなりますよね。そして当たる瞬間は先ほど言った通りです。横下の場合はラケットを縦身にして横から入るようなイメージでこういう風に当てていきますけども、下回転強めの場合には水平にこう入ってきて斜めに入ってくるようなイメージで自分の方に少し引くようなイメージでこうやってかけてあげます。そしてですね、まあ、なかなか難しいかもしれませんけど、下回転をかけた後のフォロースルーはなるべく下回転かけましたよってこうやって教えたくないんですね。だから私はなるべく下回転出した後はですね、またこう切った後になるべくラケットこうやってひっくり返して立てるようにしてます。下回転を切った後にこうやって下回転を切りましたよってラケット上に向けてしまうと分かりやすいですよね。下出しました、ここで下出しましたって分かりやすいじゃないですか。じゃなくって当たった瞬間に下を切った瞬間にすぐラケットをひっくり返してこういうフォロースルーを取ります。こういうふうにひっくり返してラケット下に向けます。そうするとなんとなく相手が一瞬こうやってひっくり返るからなんか上回転でも出したんじゃないかって錯覚が一瞬働くんですね。そのほんの一瞬0コンマ1秒でも相手にちょっとあれって思わせられたらもう勝ちですね。
相手が一瞬あれって思った後にポッて手出したらボトッと落ちるんですね。ある程度下回転強めに切ってますので、触ったらボトッといきますね。で多少角度作ってこうやってつっつきしようと思っても、このモーションでね、こうやって上を出したように見せかけているので、相手が騙されて、まあさほど切れてないだろうと思ってつっつきしたらボトっていきますよね。まあその辺をちょっと狙っている感じなんですよね。下回転を出した時ほどラケットを立てる、上回転に見せるっていうことを意識してます。まあそんな感じで YG の構えからラケット立てた状態からトスを上げてラケットまず隠します。そして打つ瞬間はどっちかでやりますけども、その打った瞬間にもう立てちゃうっていう感じですね。こうやって下横を切った時も立てちゃう、こういう風に。で下回転強めにこうやって切った時も立てちゃう、どっちも当たった瞬間に立てちゃうとやると、もうかなりフォームとしては同じように見えるんですけども、順横かなと思わせときながら実はほとんど下回転であるっていう時に曲がってこずにそのままミドルの方に伸びてきちゃう。でここでうっかり手を出してしまうとボトって下回転が強めなのでボトッと落としてくれるというようなことを狙えるんじゃないかと思っておりますけども、でもこれ今ねたまたま思いついたサーブなので、あこれいいんじゃないかなと思ってね今撮影してるので、まあ、実際にまだ私試合で試したとかじゃないんですけども、でも実際こうカメラでね弾道を見てもらえればほとんど同じフォームなのにもかかわらず弾道が全然違うの分かると思うんですよね。で緑に伸びてきてるのでこうやってあーって回り込んでも体勢が不十分であればボトって落としてくれますので、まあしっかり強い回転をかけるっていうのは大事なことなんですけども、それに加えて2種類の当て方を変えて出すっていうのと、あとはモーションで騙していくっていうことをちょっと参考にしていただければなと思います。まあ、これはねかなり難しい話をしているとは思うので、なかなかできないなと思う方はたくさんいらっしゃると思いますけども、でもこうやって考えながら相手を騙してるんですよっていうことはぜひ参考にね、知識としてはぜひ参考にしていただきたいなと思いますので、できるかできないかは別としてこうやって考えてるんですよっていうこの考え方とか騙し方っていうのもぜひ参考にしていただいて、で自分でねオリジナルのサーブを出す時にはなるべく下回転を出す時にはなるべくどうやったら上回転に見えるんだろうと、で逆に上回転サーブを出す時にはどうやったら下回転に見えるんだろうというふうに自分が出したサーブの逆に見せるっていうのが基本になると思います。でまあ、非常に難しいことではありますけども、ある程度基本のサーブができるようになったら次はいかに相手を騙すかっていうところを考えながら練習して自分のオリジナルのサーブとかを考えていただけたらなと思います。ありがとうございました。